たの美少女武将と共に天下統一を目指す戦国姫。その戦国姫シリーズ最新作が、新たなキャラクター、シナリオ、システムを追加していよいよ登場。戦国姫5、戦火立つ覇王の系譜。もしも桶狭間の戦いの時に大元節斎が生きていた、もしも足利義昭が信長の手で京から追放されるのを誰かが阻止した、もしも武田と上杉が手を取り合う機会があったとしたら、今回の戦国姫では歴史上では存在しなかったもしもの展開が大ボリュームで描かれるぞ。またこれまでになかった新ルート超速壁も登場し、これまでに見たことのなかった戦国姫の物語が繰り広げられるのだ。今作の武田上杉ルートは他のルートとは違ってアドベンチャーパートに特化しているらしいわよ。その分だけ物語を存分に堪能できるシナリオになっているらしいわ。この新しい試みもぜひその手で確かめてよね。その他にも伊達、始末、毛利、大友、足利など様々なもしもの歴史を描いた新たな大名家シナリオの数々を収録。戦国姫ならではの唯一無二の物語を見逃すな。プレイステーションビータ版では真田ルートが登場。武田家の家督相続を契機として武田の首引きを逃れた真田家が大暴れするわよ。甲斐、信濃の一帯を勢力下に加えた真田家はその後ついに天下統一へと乗り出すの。立ちはだかるのは武田信玄や上杉謙信。戦国時代を代表する大名家を相手取って真田家がどう立ち回り成長していくのか。あなたの手で真田家の天下統一を成し遂げてよね。ゲーム中には80名以上の女性キャラクター、合計120名以上の武将キャラクターが登場するよ。相良義比、大崎義孝、河野道直といった武将も参戦し物語を盛り上げてくれるよ。シナリオを彩るイベント CG も多数登場。合戦での戦闘から美少女武将との逢瀬まで物語を盛り上げる様々なシーンのイベント CG が登場しちゃうんだって。楽しみだね。シミュレーション画面では今まで国ごとに分かれていたマップが日本全土を描いた壮大なマップに進化しました。シームレスマップによるこれまでにない操作性をぜひ体感してください。システム面では信頼できる家臣に国の統治を任せることのできる代官システム、キャラクター武将のアイテム装備枠の増加、他勢力への投稿依頼などなど、ゲームをより楽しく遊べる数々の新機能が搭載されています。合戦では兵種ごとの特徴が明確化されて、それぞれの合戦での立ち回りがより重要になったよ。急に雨が降ってきて銃が使えなくなる、立ち込めていた霧が晴れるといった具合に合戦中に天候が変化するようになってるし、砂嵐が吹き荒れる砂塵、海が大きく荒れるしけの新たな2つの天候が登場。加えて甲状腺時に一定の条件下で無血解除を迫れる海上勧告コマンドなど、合戦の展開が大きく進化してるよ。さらにプレイステーションビータ版ではタッチスクリーンでのゲーム画面の操作が可能になったのですよ。シミュレーションパートの操作はもちろん、干渉画面では背面タッチパッドを使うことによって脱衣カットインの胸揺れが堪能できるようになりました。限定版には完全新規書き下ろしのノベルブックが収録されるわ。さらに書き下ろしのアイドル衣装を身にまとった姫武将たちがダウンロードコンテンツで登場。これを見逃す手はないわ。戦国姫5、戦火立つ覇王の系譜。プレイステーションビータ版は2014年12月11日発売予定。発売を楽しみに待て。